今ねどこにいるかっていうと沖縄県の伊良部島にいます。宮古島から伊良部大橋を渡って今、来たところです。伊良部島ということで伊良部そば亀っていう有名なところがあって50年以上の古民家を、改装してね営業してるところなんですけど、この伊良部特産のね、カツオの鉛節をスープや具材に使用しているということで特徴ということでちょっと気になったんでね、来てみました。結構人気店なんで、ね、道に過ぎたけど結構人が並んでますね。あのレンタカーが多いから本当にあの観光客が多いと思うんですけど、まあ、ちょっと今から行ってきます。そばカメで、はい、イラブそばだけでは寂しいと思ったのでジューシーのセットにしました。もずくとあと豆腐もね、ついてということで結構美味しかったですね。はい、食べてきました。美味しかったですね、あっさりした感じでもなんかコクがあってで胃にもたれない感じでなんかすごくやっぱ麺もちょっと太めでねなんかスルスル入る感じで、でやっぱ定食好き定食にしたら良かったですね。はい、250円でジューシーとかあの豆腐とかね豆腐も美味しかったしもずくとかついてきてね美味しかったです。おすすめしますね、はい、一応自家製麺でやってるんで、ね、